このマスクはですね、韓国でもう随分前から着用されている接客用のマスクです。で、日本ではですね、最近はですね、食品工場なんかではですね、クールビズマスクというふうな形でですね、飛沫感染、これを抑えるためのマスクとして、随分使われてきております。まあ、まだまだ日本では普及しておりませんが、やはり顔を見せてですね、笑顔で、やはり接客をするという観点から言えばですね、最近スーパーなんかで行きますとですね、皆さんがマスクをされておられると、通常のマスクをだん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 大きなマスクに変わってまいりましてですね、顔がだん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 見えなくなっています。そんな中でですね、どうかまたこういうマスクをしてですね、笑顔でですね、接客おもてなしをする、まあ、こういうようなことを一生懸命ですね、やはり普及させていただければと、まあ、いうふうな思いでですね、今回展示会場でこの展示させていただいております。よくですね、このような透明のマスクをしますとですね、唾が、飛散してですね、このグラスがですね、汚れるんじゃないかとよくおっしゃられるんですけども、ほとんど汚れません。そしてまた息が曇るんではないかということもおっしゃられるんですけども、このように曇ることもありません。そしてまたこのように、シールドがですね、脱着できるようなタイプになっておりますので、簡単に洗浄もできますし、収納もポケットにこのように重ねていただければですね、できます。このような形になっております。はい。